7月の新ドラマシーズンが始まり、富士テレビの月9枠で放送中の海の始まりが早くも視聴者の心をつかんでいます。主演のスノーマンのメグロレーンが演じる役柄は、初めて父親役に挑戦するということで、多くの注目を集めています。ドラマの初回放送後、SNS 上では、メグロレーンの演技に対する賞賛の声が多く、見受けられました。 特に目黒が演じる父親が優しく娘を見つめるシーンは多くのファンの心を打ち目隠れに優しいパパといったハッシュタグがトレンド入りするほどでした。このシーンは彼の繊細な演技が際立ち父親としての葛藤や愛情を見事に表現していたと評されています。しかしドラマはその一方で物議を醸すシーンも含まれていました。 特に注目を集めたのは、目黒蓮が演じる父親の娘が発するセリフです。このセリフは、視聴者の中で、ホラーだと感じる人も多く、賛否両論を巻き起こしました。一部の視聴者は、このセリフが、物語の深みを増し、キャラクターの内面をより強く引き立てるものであると、評価しましたが、他方では、子供が発するには、不適切であると批判する声もありました。 海の始まりのストーリーは、海辺の小さな町を舞台に、人々の絆や秘密が絡み合う中で織りなされる人間ドラマです。目黒蓮が演じる主人公は、過去のトラウマを抱えながらも、娘との絆を深めていく姿が描かれており、視聴者は彼の成長と変化を見守ることができます。目黒蓮は、これまでに様々な役柄を演じてきましたが、 今回の父親役は彼にとって新たな挑戦となりました。彼自身もインタビューで父親役を演じることの難しさと同時に非常にやりがいを感じていると語っています。その一方で、メグロの実生活における優しい一面がこの役に自然と反映されているため多くの視聴者が共感を覚えるのかもしれません。また、メグロレのファンのみならず、ドラマファミア、 子育て中の親たちからも指示を受けている。このドラマは今後どのような展開を見せるのか大いに期待されています。特に物語が進むにつれてメグロの演技がどのように進化し彼のキャラクターがどのように成長していくのか注目が集まります。海の始まりはメグロ連の新たな一面を引き出すだけでなく視聴者に深い感動と考えさせられる要素を 提供しています。目黒蓮の優しいパパ役が、どのように物語を彩り、視聴者の心に響くのか、これからも見逃せない展開が続くことでしょう。7月1日、スノーマンの目黒蓮27主演の連続ドラマ、海の始まりフジテレビ系、月曜夜9時の第1話が放送された。海の始まりは、目黒演じる、主人公、月岡夏が、7年前に一方的に別れを、 切り出された恋人、南雲水器、古川琴音、27の死をきっかけに、水木と自分との間に娘、海、泉谷星名、伊豆谷、ラナ、ナナがいたことを知り、戸惑いながらも親子の絆を深めていく物語。目黒の出世作、サイレント22年10月期の村瀬健プロデューサー、脚本家の生方三氏、監督、風間大輝氏らが再結集して制作される。 作品ということで放送前から注目度が高く、初回放送は X、XQ、ツイッターの世界トレンド1位のコースタートを切った。ドラマの公式 X は、目黒さんと娘の海を演じる泉谷さんのカウントダウン動画を放送当日に公開しましたが、そこで、目黒さんがまさにパパのように優しく、泉谷さんを見つめる姿もさんまにいいね。 閲覧数72.7万2日昨時現在とバズっています。本編でも二人は素晴らしい演技をしていて、第1話終盤のシーンは泣けた、など反響の声が多く寄せられています。以下、海の始まり第2話予告までのネタバレを含みます。夏目黒は水木古川の葬式で海に出会うが、水木の母、オン大竹忍の66から、 海が自分の娘であることを告げられる。あまりにも突然の出来事に、その事件で夏は何もできなかった。しかし、第一話終盤に、海が一人で夏の一人暮らしの部屋に来てしまい、夏が過去にスマートフォンで撮っていた水木の思い出の動画を見せる展開に。動画が終わり、夏は海を帰らせようとするも、まマま終わっちゃったの死んだらバイバイ などの海の質問に対して、死んじゃったんだよ、とストレートに真実を伝えてしまい、死んじゃったらどうなるのと返される。夏は明確な答えが浮かばなかったが、死んだらどうなるかはわかんないけど、水木、お母さんじゃなくなるわけじゃないから、終わったんじゃないよと、海に優しく声をかける。すると海が、夏くんは夏くん、海のパパでしょ夏くんのパパ。 いつ始まるのとまっすぐな瞳で問いかけてくるそんな描写で第1話は終わった目黒泉谷の演技や産方氏の練られた脚本美しい映像など多くの見どころがあった第1話には感動の声が多数寄せられているいやーもうまだ1話なのに泣けるし映画かと思うくらい本当に素敵な作品すぎた切ない泣ける 役者さんってすごい。第1話冒頭が、本当の海のシーンから始まったこと。そしてラストの父、夏と娘、海のやりとりが、パパとしての始まりという意味で、タイトルの回収だと指摘する声も多い。サイレントに劣らないすごい作品になる、そんな大いなるポテンシャルを感じさせる1話でしたよね。ただ、ラストの場面には、疑問の声も上がっています。 6歳の子が一人で遠くの家に来るという展開や少し前に会ったばかりのまだ6歳の子が夏くんのパパ、いつ始まるのというセリフはさすがにやりすぎ、言わせすぎでは、という声があるほか、演出をホラー的に捉える視聴者も少なくない。絶賛だけでなく、ケンケンガクガク、様々な意見が寄せられていますね。パパはいつ始まるの発言を筆頭に。 けんけんがくがくの第1話に、海の始まりには放送後、多くの意見が殺到。なんやこのドラマ、ホラーじゃないか。勝手に産んで、子供に、パパの家教え込んでるぽいし何がしたいんや、謎や、怖いわ。確かにヒューマンドラマかと思いきや、ホラーやんなつくんやったら、恐怖と困惑やで。 夏くんからしたら葬式で初めて子供産んだの知って、元科の母親に同意所見せられて詰められる。ん、地獄でしかないやろ。夏くんのパパはいつ始まるの怖い一言だな。予期せぬ妊娠で逃げる男性がいる。この世の中にもっと刺さってほしい。てか、それが、産方さんの願いなのでは夏くんのパパはいつ始まるの っていう海ちゃんのセリフが、ウブカタさんらしいなって思った。いつパパになってくれるのとは意味が違うというか、たくさんのセリフやナレーション等はないから、ドラマを見た視聴者それぞれ受け止め方が違うドラマだなぁ。それが、ウブカタさんの意図するところかもしれん。など、多くの声が寄せられている。ウブカタ脚本の作品は、男女の間に友情は成立するかを描いた。 一番好きな花富士テレビ系23年10月期もそうでしたが人が無意識に避けたり偏見を持ちがちな思いテーマを非常に丁寧に描いています今回の海の始まりも踏み込んだ内容で様々な意見が出て話題になることも見越して脚本を書いているのではないでしょうかまた産方氏は脚本家になる前助産師として働いていた経歴の持ち主 劇中では、男性は妊娠も出産もしないで父親になれちゃう、という、非常に考えさせられるフレーズもありました。それを考えると、夏くんのパパ、いつ始まるのというのも、言わせすぎな感じもしますが、やはり重みを感じさせる、という声もありますね。男性目線、女性目線、立場の違いで受け止め方がかなり変わってくる。 複雑で考え込まれた脚本でしょうね、全道海の始まりは、第2話の予告でも海が、海に会いたくないのと、また夏に迫るように言う場面があったり、有村か、純31演じる夏の現在の恋人が涙する、姿があったり、気になる展開がありそうだ。ある日、突然、父親になった夏は、今後どうするのか、どのようにパパになっていくのか、 現在の恋人との関係は多くの視聴者が第2話を心待ちにしていることだけは間違いないだろう。画像、最後の目黒くんの目線が素敵ですラストに娘、海を見つめる目黒蓮、優しいパパが動画。ドラマの感動的なラストシーンにて8秒間の動画が視聴者の心を足づかみにした。目黒蓮が演じる 父親の役柄が優しくマナ娘、海を見つめるシーンだ。この瞬間、視聴者からは賞賛の声が多数寄せられた。最後の目黒蓮くんの目線が素敵です。もうパパそのものですねというコメントが特に目立った。彼の演技がキャラクターの深い愛情と理解を見事に表現しており、視聴者に強い共感を呼び起こした。ラナちゃんを見る目が優しいという言葉は、 彼の演技の質の高さを象徴している。この感動的なシーンは物語全体のクライマックスを飾ると同時に視聴者に深い感動と共鳴を与えた。メグロレンは役柄を通じて親としての情熱と責任を見事に表現しドラマの重要な要素として不可欠な存在となった。この動画の短いシーンだけでなくメグロレンの演技がどのようにして 物語全体を豊かにし、視聴者に深い感銘を与えたのかを掘り下げると、彼の演じたキャラクターが、どのように成長し、彼自身が、どのように役柄に没頭したのかが、明らかになるだろう。その中で、親子の絆やキャラクターの内面をさらに掘り下げ、視聴者が感じた感情の深さや重みを深く理解する、手助けとなるだろう。このように、目黒蓮の演技が、 視聴者に与えた感動を語ることで、彼のキャラクターの魅力と物語の深みをさらに掘り下げ、読者に心に残る強烈な印象を与えることができる。